B92 はセルビアのベオグラードに本拠地を置く全国的な放送局である。B92 の主なターゲット層は都市部の市民や若者である。その番組は自由主義的な政治傾向を持っている。CEO のベラン・マティッチは創業者の一人である。B92 放送局はスロボダン・ミロシェーヴィッチ政権下では数少ない独立系のメディアであり、ミロシェーヴィッチが 政権の座にあった1990年代において、ベオグラードで起こった数多くのデモ活動を後押しした。このため、B92 は1998年、MTV ヨーロッパミュージックアワードの MTV フリー・ユア・マインド賞を受賞したのをはじめ、多くのジャーナリズムや人権のための戦いに対する賞を贈られている。B92 は、ベストセラーの This is セルビアコーリングの主題として取り上げられている。2008年4月、B92 は24時間放送の2つ目の放送チャンネルを開設し、ケーブルテレビを通じて配信を始めた。ノビビオグラード地区にある B92 の本社 B92 のラジオ放送局は1989年に開局したが、その黎明期には当局によって何度も閉鎖の措置を受けている。また、 1999年に北大西洋条約機構がセルビアを空爆した際には放送を停止させられ政府関係者によって B92 の放送の独立性に対して介入が行われた2000年の5月には政府軍によって占拠されたが B2 から92と称して秘密放送局からインターネットを使ってニュースの配信は続けられ2000年10月に スロボダン・ミロシェビッチ政権が失脚した後、両放送局は再統合された。それ以降、ニュースと音楽を主体として放送が続けられている。B92 はまた、テレビ放送局とインターネットポータル、ISP、CD や書籍の販売も始めている。B92 のラジオ放送局は1989年5月に、ベオグラードにて、もっぱら、 若者向けの放送局として開局した。やがて幅広い層を対象とした地域的なニュース放送局となっていった。ラジオ放送は毎日40万人の聴取者があり、域内に80の競合ラジオ局がある中で、ラジオ聴取者の35%程度を占めている。B92 の放送はボイボディナ及び中央セルビアをカバーしている。主要な番組としては中継。 あるいは場合によっては録音された著名人のインタビューを紹介するカジプルスとリベラルなトークショー番組のペシュチャに朝の番組ディザニエなどがある。2000年9月 B92 はベオグラード都市圏とボイボディナの一部をカバーするローカルテレビ局として開局した。その後数年間にわたって B92 テレビ局は放送範囲を拡大し、 コソボを除くセルビアのほとんどの場所で見られるようになった。2006年4月、B92 は公式に、RTV ピンク、FOX テレビジア、TV アバラ、TV コシャバと並ぶ、全国放送のつぼねとなった。B92 テレビ放送局の主要な、レギュラー番組には、オーリャベチコビッチのウティサクネデイリエ、ユーゴスラブチョシッチとアントネラリハの、ポリグラフ、 アレクサンダル・ティモフェイエブによるティモフェイエブなどがある。ブランキサスタンコビッチのインサイデルは断続的に続けられており、セルビアのテレビ番組では珍しい調査報道の番組である。ゾラン・ツビアノビッチによるショートコメディのシリーズミレブイエス・トランジツヤは熱烈な人気がある。B92 は近年は商業主義化の傾向が見られる。2006年からはセルビア版 ビッグブラザーである、リアリティ番組の、ベディキ・ブラッドを主催しており、高い視聴率を出す一方で、旧来からの視聴者による非難を受けている。この商業主義家の傾向は、ウズミ・イリオ・スタビア・ジェリテリ・ダ・ポスタネ・テ・ミリオネルの、両クイズ番組にも見られる。B92 は2003年9月から、UEFA チャンピオンズリーグ及び UE、UEFA ヨーロピアン U-21C。 シップののセルビア市場での放映権を放置している10月から始まったこのシーズンの最大のプロジェクトはオペラツィアトリウンフであった。オペラツィアトリウンフはスターアカデミーと同様の歌手オーディションを行うリアリティ番組であり、旧ユーゴスラビア諸国の各地から集まった歌手志望者たちが寮生活を送る。番組はモンテネグロ、クロアチア、スロベニア、マケドニア共和国、 ボスニア・ヘルツェゴビナでも放送された。B92 は、また向こう4年間にわたって、ウィンブルドン選手権を放映する権利を得ている。このシーズンは2007年9月から2008年7月まで、続き、B92 は、商業主義的な番組構成を強化した。このシーズンが始まる前の2007年夏には、新番組について大規模に宣伝を行った。B92 は、 ネシャマラクリニカと題された番組の放映権を獲得した番組は街の郊外の小さな医療現場を舞台としている番組では多くのセルビアの有名な俳優や女優を登場させている B92 が放送している国外で制作された番組2007年 B92 はセルビアで3番目に視聴率の高いテレビ放送局である 2007年のシェアは9.3%であった。B92 の毎日のニュース番組は視聴者の間で高い人気がある。B92 はセルビアのニュース番組に関してセルビア国営放送に次いで2番目に高いシェアを持っている。毎日午後11時のニュース番組は特に高い人気があり視聴率も高い。B92 のニュース番組は幅が広く 高い視聴率を維持している理由の一つとなっている。B92 はまた、レコードレーベルを運営しているが、あまりリリース数は多くない。B92 が手掛けた、セルビアの音楽には、アイズバーン、ダークウッドダブ、カンダコジャイネボイシャ、イントルデル、ブルームなどがある。また、ボバン・マルコビッチや、ランボー・アマデウス、エヴァ・ブラウン、ヤルボリア・スルジャン・バリャレビッチなどの若い著者や、 国外の著者の作品を販売している。B92 はまた、イェブレースカ通りのレックス文化センターを運営している。B92.net は、オパンネットとして1995年に B92 のインターネット部門として開設された。その初期の数ヶ月の間は、アムステルダムから XS4 オールのダイヤルアップ回線が使用されていた。1996年初期、 オパンネットは XS4 オールから対応されたアナログ回線と6つの地元の回線を使用し、ユーゴスラビア連邦共和国の最初のインターネットサービスプロバイダーとなった。オパンネットはまた B92 ラジオとアナムラジオ、アナムテレビジョンのノンストップインターネット中継を提供し、アナムのラジオやテレビ局の間で音声や映像の通信も引き受けた。このため、 B92 とアナムのラジオやテレビの放送はインターネットから視聴可能であった。北、大西洋条約機構によるユーゴスラビア・クーバークの間、スロボダン・ミロシェビッチ政権は B2 から92の拠点を抑え、その通信を不能にしたが、オパンネットは B2 から92のラジオ放送をインターネットを通じて配信し続けた。信号は衛星や周辺諸国のツボネを通じて、 セルビアに再配信された。これらはリアルネットワークスの協力のもとに行われている。B92.net は1996年以来、セルビアの牽引的なインターネットサイトであり続けている。B92.net へのアクセス数は1日あたり100万を超え、訪問者数は20万人を超える。アレクサは B92 を917位に位置づけ、 またグーグルのページランクでは7都市、南東ヨーロッパで最高の地位につけている。B92 インフォは2008年4月。チャンネルはセルビアのすべての主要なケーブルテレビネットワーク、およびインターネットでも配信されている。B92 の人気の高いニュース関連の番組、ポリグラフや B92 インベスティゲイツ、インサイデル、カジプルスとディザニエや、 スポーツ番組がこのチャンネルを通じて配信される。B92 はこのチャンネルについて、社のテレビ部門で最大のプロジェクトと称している。ありがとうございます。